やっていきましょうかね。さあ、最終回ということで、今日、クリアを目指したいなと思います。ブレイブフェンサー武蔵伝できんのかクリアできんのかな。いくぜ。まあラストダンジョンだからね、多分まあいけるでしょう。前回はかなり絶望でしたね。諦めじ、 HP が少ねえ。こんな状態だったっけこんな状態からスタートだったっけ。まあいいでしょう、やっていきましょう。ではでは、はい、第6章。もう後戻りができない。手榴弾をゲットインすれば突破できるんじゃなかろうか。こっからか。寝れねえんだよな。行くか。やめろ、もういきなりか。ちょっと多少の、いきなりもうマックスだな。ちょ、手榴弾欲しい。手榴弾あ、いたこいつが結構いいの持ってんだよな。私は手榴弾をゲットイン。はい、1回に250,000円で、ここ、ほいほい、オッケー、いいね、一撃。よし、全開、いいぞいいぞ。こっちか。やべ、くんな、お前くんな。危ない。ここ閉まる、一発。危ない。よし。いい感じ。あっさりいけんじゃねえか。で、こっち。あ、どっちだったっけな。忘れちゃったな。こっちだっけ。迷路仕立ての。あー、回復欲しい。いいね。回復アイテムを使わず回復していく。いってやろ。ふざけんな、ほらふざけんな、ほら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 。よし、こっちじゃないじゃん。こっちか。あれ、こっちじゃない。ん、俺こっちじゃない。え、危ねえ。え、俺こっちか。あ、こっちか。あ、こっちか。あ、くんな。危ねえ。早く。危ねえ。あ、こっちだ。こっちか。行こう。宝箱を開けて。EX。 あれ?あ、こっちか。なんとなく覚えてるな、感覚だけど。こっちか敵がなかなかアクティブだな。よし、全開。こっちだったっけ。こっちか。こっちか。いや、危ねえ。あ、いって、なんでそれ届くんだよ。ふざけやがって。危ねえ。ふう、わ、近っ。いって、一回のダメージはできないんだよな。ほい、危ねえ。よし、やべえ。ほい、よし。オッケー。バカ、くんな。
えい、あ、間違えた、あぶ、よしよしよし、あぶやぶ、ふぅ、油断ならねえ、まだか、ほい、はい、OK、回復取ってジャンプ、あ、くそ、なんで当たんの、あぶねあぶね、あ、くそ、あれ手榴弾が、あ、くそ、もうなんだよこれ、よし、え、なんで、ほら、もう一個、くそ、ここ使いすぎたな、目かい、あー、くそ、危ない危ない、ほい、少々使いすぎたの、重いのか、もう一個、よしよし、行く、行く、危ない危ない、もう一個、よし、行く行く、よしよしよし、フザリーだ、オッケー、危ない、おい、おい、オッケー、で、これか、で、出てくる、目かわいいな、すげえ、あ、くそ、くんなくんなくん、ほら、はい、こねろこめろ、あ、くそ、手榴弾が当たらない、なぜだ、あ、くそ、もう出した、オッケー、よしよし、ちょめっちゃ目かゆいめっちゃ目かゆくなってきた、くそ、障害が、いてていて、よし、オッケー、そう、合わせる、ちょ待って、ほい、よし、そう、危ない危ない危ない、いきなりいきなりいきなり、待って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 、ちょっと待って待って、これ無視していこう、ほい、ほい、あれー、よいしょ、ほい、痛かった、痛い、ほい、ほい、あれー、すみだな、ほい、ほい、あれよいしょ、あー、なんだ、あー、こいつだりーな、あ、なんで？よし、そう、ダメージ結構落ちたな、やばい、バカバカ、待て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 、どうなってんだどうなってんだ、ちょ待て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 、危ねえ危ねえ危ねえ、納豆ペースト使うか、こいつら邪魔なんだよ、うい、よし、こいつが邪魔、してこいつ、うい、あれ、くそ、よいしょ、よしよしよし、よしよしよし、ふう、これなんか買い替わったな、よしよしよし、全開全開、敵かー、誰だ、
し出しの刑。よし、ほらほら、串刺しの刑。ほら、よしよしよし、いいかもな。あ、これ全体ですね。いい、あ、いいね。あ、ほぼ全開だな。あと、BB が。あ、オッケーオッケー。よし、BB 全開。ここで全開はいい。いるぞ。あ、くそ。これどうしても食らっちゃうな。レッドが、よし。うわ、なんでさ。よしよしよし、よしよしよし、邪魔だ。うい、危ない危ない、三発か。危ない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 、ちょちょちょ、もう一丁。オッケー。あ、もう BP がね。オッケー。何やろ。こいつ、こいつ。この野郎が。降りてくやがれ。行って。この野郎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 。降りてこい。ほら。これ大して美味しくねえな。よしよし、突破突破。うわー、危ない危ない、なんか目がすげーかい、ちょっと待って。目がすげーかい、なんだ、ちょ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 、障害が、目薬さそう、花粉か。よし、これで目もバッチリだ。いくぞ、なんだこいつ、やばい。うわうわうわ、うわ、ミサイル撃ってきた。危ない危ない、あっちょ、うわあ、ここ、よし、これなんか見てると攻撃した方がいいのか。あ、こういうことか。あー、そういうことか。よいしょ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 、よし、危ねえ、全部惜しい。よし、あ、BP のやつ消えちゃった。ちう、BP が少ねえ。うわ、乗ってくんだ。ほら、あ、よいしょ、ほらほらほら、あ、くそ、おう、 BP めっちゃ回復した。よし、おいしいおいしい、危ない危ない、ちょっと待って待って待って、ふうふう。よし、こいつらが足りない。三発か。危ない、串刺しの、ほら、おい、もういっちょ、いや、 BP 足らずなんだよな。おい、連打連打、よし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 、オッケーオッケー、なんとかなんとか、ギリギリで保ってるな。ボス戦はまだか。うわー、どうすりゃいいんだこれ。
アウィーケーに勝つ。お、音楽変わった。ボス戦か。うわぁ、なんだなんだ、トポだっけ。リーダーズフォースのファッションリーダー、トポのレイブパーティーにようこそ。レイブパーティー、一体誰が本当のリーダーなんだよ。本当だよ、リーダー多すぎだよな。どうでもいいじゃん、そんなこと。確かにどうでもいいや。さあ、どっからでもかかってきな。なに、あんた女に手を挙げる気。信じらんない。はい、男女平等パンチです。う、痛いところ。男女平等にパンチ。あたいの華麗なステップについてこれるかしら。そういう系。なんか、オアダイ。華麗にダンスを踊るには足元になんか見えるよな。あれをやるんだろうね。まずトポが華麗にステップのお手本を見せてくれます。動くよく、あー、そういう系か。覚える系ね。お手本が終わったら次は武蔵の番。ステージ上のトポの動きについて言ってください。武蔵の足元の4つのパネルのコントローラーの丸、バツ、四角、三角がそれぞれ対応しています。移動した位置のボタンを押すことで武蔵はそのパネルにジャンプと。トポの華麗なステップ、見事ついていければ1段階クリア。3段階でオールクリアか。逆にステップについていけないとブーイングウェーブがに吹き飛ばされてやり直しとなる。うわー、もういきなりか。俺こういう覚えねー。いや、記憶力はいいはずだ。四角三角あ、音楽に合わせる感じね。オッケーオッケー。どのタイミングで俺おほっ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 はっ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 。いいでしょう。なかなかやるわ、ね、やるで。いやー、なるほど、ね、じゃあついていけばいいのか。これはどうかしら。ついていけばいいんだな。オッケー、そういうことか。なるほど、オッケー。はっ、ん、へ、は、は、へ、へ、へ、は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 、え？はい、まだまだね。いやいやいや、今良かったでしょ。今良かったじゃん。大丈夫だったでしょう。なんでしょう。バツ丸、三角丸、バツ丸、三角四角、バツバツ丸丸、うん、あ、バツバツ丸四角か。そういうことね。あれ。丸を2回バツバツ丸丸四角か。ちくしょう、うぜえ。うぜえな。いけそうだけどな。バツバツ三角四角、バツ丸三角丸、バツ丸三角四角、バツバツ丸丸、バツバツ丸丸四角か。オッケー、今度こそ。あ、あ、まだまだね。ふぜ、違うんだ。ね、違うの。もう一回やらせろ。オッケー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 。タイミングゲーだろ。お、いいじゃん。
ッケーオッケー、なかなかやるわね。じゃあこれはどうかしら。これじゃあこれラストだな。ああ、いけんじゃねえか。まだまだね。早くしとこう。一発目だ。一発三角か。ちょっと待ってくれ。前回、あれ前回なんなかった。うわ、この納豆ペーストまだ日にち経ってなかった。バツ三角丸四角、バツ三角丸四角、バツ三角丸、バツ三角四角、じゃん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 。オッケーオッケー、今度こそ。あ、もうやばい。まだまだね。ちくしょ。いや、落ち着け落ち着け。あ、俺なんか手榴弾連打してた。もう一回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 覚えよ。バツ三角丸四角、バツ三角丸バツバツ。うわ、引っかかりそうだな。今まだまだね。今いけただろう。ちょっと押しすぎたか。もう一回いける。ちゃん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 。あー、もうちゃんちゃんちゃ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 か、ちゃ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 な。オッケー。すごすぎる。ふう、余裕だったな。完璧だったわ。完璧でしょ。あんたのステップ、さすが。あたいたちに踊らされてここまで来ただけのことはあるわ。うるせえわ。踊らされた？踊らされてねえわ。あたいたちリーダーズフォースはあんたが五輪の書を集めるための道しるべだったのさ。そうなの？おかげであたいたちはクレストガーディアンと戦わずして、パーフェクトなレイガンドウォッカ様にお渡しできるというわけだったのさ。あ、そういうこと？使われてたの？ちくしょう！そうだったのか！でも残念ながらこのレイガンドはまだ完璧じゃねえ。そう。最後のクレストガーディアンを倒し、空の紋章を解放しねえことにはな。あ、そうだったな。もう完璧かと思ってた。それがこのリカーバレルの中にいるとしたら。え？マジ？どこにいようがさっさと倒して紋章を解放してやるまでよ。そうやな。いや、強かった。せい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 。いや、納豆ペーストの恩恵があんまり取れなかったな。回復しとくか、とりあえず。切れん。あ、これは全開できんだ。よし、これで全開だな。全開しとかないとな。この野郎。この野郎。畜生めが。踊らされてたわ。さあ、そろそろウォッカってやつと戦えんのか？あ、生きてた。しまった！重度のダンス酔いが！え？もう踊れないのね。どういうこと？さよなら。愛しのウォッカ様。あ、重度のダンス酔いってどういうことでしょう。ダンス酔いすんのか。リカバーシー。
納豆ペースト欲しいな。リカバー C、 リカバー C ってあんまり回復良くなかったんじゃなかった。250と5か、まあまあいいな。オロナミン C 久々に飲みてえな。お、はい、セーブしましょう。よし、はい、再開。おお、わ、登ってってる。 あれは登ってってる、登ってってる。姫ー、姫ー、武蔵くん。あー、どんどん上空行ってしまう。宇宙へでも行くのか。くそ、オオカメ。これ追っかけるゲー、姫をどうするつもりだ。追っかけるゲーなのか。どうすればいいの。追っかければいいの。いけいけいけ、急げ急げ、走れ走れ。おっせえな、ジャンプしてた方が早いな。ほい、えい、くそ、長えなこれ。もうちょっと追いついてきてる、追いついてきてるよ、追いついてきてる、追いついてきてる。よし、ふいふい、あ、あそこ、あそこまで行けばいいのか。ふい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 、あ、行っちゃった。大丈夫。あ、何、消えた。うわ、何ですか。もうここら辺もう僕初見です。あ、飛んだ。浮かんだ、急に空の巻物が。何、空の巻が勝手に発動している。え、発動、勝手に発動してんの。うわ、なんだこれ、気持ち悪い。なんか変なタワーみたいな。あ、クレストガーディアンだ。タワーオブです。おお、どうする。これも自動。何やつ、どうすりゃいいんだこれ。どうすりゃいいんだ。サスケの一番最後みたい。そ、あ、あの一本のあのあれを登ってくる。これ上行けんのか。あ、上行けんのか。あ、危ない。まっすぐ行けんのか。上に行けんだ。おいおいおい、よいしょよいしょ。上行けんのか。上これ以上行けねえな。上これ以上行けねえ。これ、そうです。これがティアリング武蔵伝です。あ、どうせなんかどっかに行って、当たると、なんかどっかに攻撃って行ってよ。攻撃できるとこがあんのか。コアを探して叩くの。いてててて、どコアそういう、え、コアなんてある。どっかにあるのか。あるあったあったあった、これ。おらおら、なるほどなるほど。あ、これで探しときゃいいかな。なるほどね、ゼノギアスと間違えて買った覚えがある。なかなか当たりのゲームを買ったじゃないか、武蔵伝。でもこれ子供にしては絶対に難易度高すぎる。これ1回ずつあれかあるのか。どっかの階にあるのか。一周ずつ見ていかないとダメだ。危ない、ここじゃないか。どこだ次は。微妙なこのバツボタン加減が難しい。はいはいはい、ここじゃない。そのか、あったあったあった、逃さねえぜ逃さねえぜ。おら、次、いや、もうちょい、じゃあ挟まんの。どこだ次は。あ、もうちょい、がね、もうね、数少ないからちょっと節約。オッケー、ほらほら、節約していかないと。あ、もう、ちょちょ、これ当たるとダメなのか。よいしょ、ここにはないか。あ、え、なに、聞いてないけど、そういうの聞いてない。ほらそういうの聞いてないけどね、そういうの聞いてない、全然聞いてない。どこだ、川の中や。次から次、どこだ、ここは、ここはどこですか。ここはちゃん、あった、おら、次、じゃあ俺一ちゃん下と見た、一ちゃん下じゃないか。そろそろ一
存したじゃないか。違うな、あったな。あったけど、ちょっと、あもう、ちょ、待てよ、待った待った。来た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 。あ、それ次てぇな、やべて、うわ、1回タイプぐらいで済ましたよ。どこだ、なんだ、なんだ、次はなんだ、次や、あった、こわ、ほら、あぶねあぶね、危ねえ、危ねえ、次は壊っちゃうか、ああ当たるっちゅうで、それはまあねえぞ、まあねえ、危ねえ危ねえ、もう、あちょっと待って、やばいな、やばいじゃないか、あリカバシー使おう、痛えな地味に、これやだな、あぶね、あった上、ほら、あとちょっと、やっと半分過ぎたぐらいか、さあそうだ、一苦労だな、あぶね、あもう一回も誰かいて、めっちゃ押したいじゃないか、間を、あ、ほら、わかったわかった、こういうところを取っていくのか、わかったわかった、そうか、そうやって、あー危ねえ、危ねえ危ねえ、次はどこだ、どこだ、コアちゃん、終わっちゃう、ばちゃん、どこにおられますか、壊し、あらま、あーなんか見てる、やばいやばいやばい、探しましょう、あ、これ怪しい、ここだけ、いやーマジかよ、怖ねえな、ほらあと2発くらいか、ちょ待って待って、腕が疲れる、あとかゆい顔がかゆい、すげえ 顔がかゆい、いやちょっと待って、あやべ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 、ちょ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 、なんかなんかあっ姫、すまねえ、もうダメかも、くそセーブ出たから、いやもう顔が途中で痒くなんだよな、誰か描いてくんね顔描き、顔描き担当が欲しい、姫しょ、武蔵くん、分かった、今行くから、オッカメ、姫をどうするつもりだ、よいしょ、目玉は開いてないところを見つけてそこで待機するしかない、そういう方法があるんだね、よいしょ、それさえあればいけんじゃねえか、めっちゃ顔がかゆいんだけど、どうしよう、この顔のかゆさ、アクションゲームにしてはあってはなる、ゲームしてて顔かゆくなるっていう、待ってこいや、よし来いや、ま、巻物が勝手にバン、あ、体が急に浮かび出したぞ、よし、何、空の巻が勝手に発動している、勝手に
発動。タワーオブデス。さあ、見て。油断した。逃げ。罰の加減がまずい。ここじゃない。一周した。ここでもない。あーもうなんで。あ、ちょっとちょっと、あった、ほら。いいよ、サクサク。ほら、あった。ほら、いいよいいよ。一応しよう。一応し、一応し。出てこい。あ、出てきた。いいよいいよ。いい調子いい調子。ポン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 出てこい。ポン、あった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 。いいよいいよいいよ。いい調子。ほら。いい調子だね。そういうことそういうこと。そうそうそう。調子あもうな。どうだ。あもうここ。ここなんかむずい。うわあ、あった。ほら、間を見ていくしかない。あった、ほら。いい調子いい調子。いいよいいよ。どうだ。つまりの得意だね、これは。ここ開けてこーい。あった。あ、またまた。焦んな焦んな。あ、もう焦んなって。くっそが。時間制限はないんだ。あれ？あれ？あれ、さっきあったの？コアが消えた。うわ、消えたな。あー、くそ！これ、なんか進む方向逆になっちゃうんだよな。むずいんだよ。あーくそ、急に元戻った。待て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 、危ない危ない。ふぅ、あ、バカバカバカ。あー待って待って待った待った待った。あった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 。ちょ、あ、消えちゃった。あ、もう何だ。え、さっきこうあったのに。うわ、やべやべやべ、ここだ。待機待機、見て、さあここを見つけよう。うわあ、あった。ほら、あ、いって、うぅ、あ、いけ、ここ
なんだ。うわ、こっちですか。終わった。ほら、あと一発、あと一発、あと一発だぞ。一発、あと一発。アクションゲーだった。そうなんです、実はめちゃめちゃ鬼畜でしょ。お、最難関ですよ。うわ、さあどうだ。うわ、何やる子は。あったあったあった、よし終わり。ふぅ、強い、強かった。カン、いや強かったマジで。お、よーし、コアをゲット。解かれたようだ。あ、BP、あ、すっきり。おお、ここでレベルアップ。あれは空の紋章。あ、空の紋章の。いよいよこれで最後だね。最後の。どんな力が手に入るのか楽しみだぜ。光の剣レイガンドになるんだろうな。お、全開か。よかった。光の剣レイガンド。おっと、そこまでぞな紋章。あ、こんなやついたっけ。え、こんなやついたっけ。この可愛い子ちゃんがどうなってもいいぞな。いいぞな。武蔵くん、早く助けて。分かったよ。この人、とても臭い。それは、かわいそうに。おめえがテキーラか。テキーラ相当。その通り。さあ、ウォッカよ。あのチビからレイガンドを奪うぞな、もし。あ、ウォッカ。マジ連戦？何をボサッとしてるぞな。さっさとわしのレイガンドを奪うぞな。わしのレイガンド。気楽なものだな。あんたはそうして命令したり気に食わないことに文句だけ言ってりゃいいんだ。楽なもんさ。どういうこと。あんたの気まぐれで一体どれだけの人が犠牲になったと思う。お、わかるわけがない。どういうこと。そんなことこれっぽっちも考えたことはないだろうからな。え、俺はもうあんたに従う気はない。お、勝手にやらせてもらう。お、うば、機会をずっと待ってた。なるほど、ここで裏切るのか。あんたに両親を殺された。え、あの時からな。え、そんな設定が。何を言っている。ここで明かされる。わしはお前の両親を殺した覚えなどないぞな。そんなことが。これを見てもそう言えるか。え、証拠があるの。あ、ジャン。あ、ジャンだったの。その帽子は、まさか。さすがのあんたも思い出したよ。ああ、そんな声してたよな。そりゃそうだ、あんたが殺したルコアール皇帝の帽子だからな。俺の親父の形見ってわけさ。あ、そうだったんだ。あのレノ君はどこ行ったの。犬の。お前が皇帝の息子だったとはな。なんと、めちゃめちゃエリートだったんだ。あの時一緒に死んだとばかり思っていたぞな。やっぱ殺したんだ。しかしな、ウォッカ、あれは事故であって決してわしが悪いわけでは。言い訳してる。ふん、あれが事故だったと。ジャンさん、ジャンさん、そんな。俺は見ていたんだ。貴様が、貴様が。え、あ、ジャン、危ない、危ない。あ、ぐは、あ、そっか、こんなやつもいたな。ボルト、ビンゴだっぺ。パパ、大丈夫だっぺか。え、パパなの。おお、我が息子よ。息子だったのか。よくやったぞな、もし。そうだったのか。さて、ムサシとやら、そろそろレイガンドをいただくとしようか。大ピンチじゃねえか。ムサシくん、私死にたくない。
うるせえわ。分かってるわもう。ダメだ、武蔵君。あんな奴に渡してはならん。お、ウォッカいい奴なのか。すまねえ、ジャン。おいら何がなんだか分かんなくなっちまった。うん、なんか怒涛の。でも安心してくれ。おいら、テキーラなんかの思うようにさせるつもりはねえから。ネタバレか。あ、投げた。レーガンと渡しちゃったよ。これさえ手に入れば世界はわしのもんぞな。いいの。こんなジャジャ馬はもう用なしぞな。もしあーあああ、扱い姫扱いがなんてことしやがるんだ。姫、ま、大丈夫か。いやもうダメでしょあれ。姫ダメでしょ。ありがとう武蔵くん。生きてるんかーい。私なら平気よ。そうだ。このままじゃ世界がテキーラの思うがままになってしまうんじゃ。ダウンとしたけど大丈夫なの。そうかもしれねえな。ずいぶんのんきだなこいつら。いよいよ歴史的瞬間ぞな。あ、わしとしたことがちょっぴり緊張してるぞな。もしレイガンドで。さあ伝説の剣レイガンドよ。あら、我に無限の力を与えたまえ。ああ、取られた。悟空っぽい。そうだね、田舎。あてか、あーなんか色が、色やばくね。光の剣なのに全然光感が。え、なんか、うわー、まがまがしい。うーわ、なんか出てきた。まがま、誰蘇りし闇の魔人、ダークレイガンド。なんでこんなんが出てきちゃったの。おお、こいつが闇の魔人か。さすがに強そうぞな。いや、強いも何も。そうだな、まずそこの目障りなゴミどもを始末してもらおうぞ。命令聞いてくれる系なの。覚悟するぞな。こういうの足踏まれちゃうんだよ。お前の命令には従ぬっつって、ブシャッ。あっ、おぎゃっ。ネタバレしちゃった。やっと思い出外に出会えたんだ。もう誰にも邪魔させない。あらららら、どうしてレイガンドからあんな化け物が出てきたよな。やはりな。どういうこと。どういうことなの。うん、かつての闇の魔人はレイガンドによって封印されたのではなく、まるで GK レイガンドの中に封印されていたんだ。闇の魔人はレイガンドによって封印されてた。それじゃあオイラはその闇の魔人の封印を解くために頑張ってたってのか。いや、そういうことだったの。だから英雄武蔵は紋章をクレストガーディアンに守らせていたんだ。あ、逆に。危ない、魔人がこっちに気づいたわ。逆に武蔵、昔の武蔵さんはそれで封印してたのに、私武蔵はその封印を解いちゃったんだ。哀れやな。逃げるんだ武蔵君。にジャンは作詞。俺のことはいい。いいの。そうだ、村に預けてやるレノの世話を頼むよ。え、レノ君、いっぱい切り刻んじゃった。レノ君、もうダメ、早く。分かったよ、お前うるせえな。あ、ジャン、ジャン、ジャン、俺らのせいで。じゃん。何言ってんの。あんな気味悪いやつやっつけちゃえばいいのよ。うぜえなこいつ。武蔵くんならできるわ。そう簡単に言うなよ。バイ。とりあえずこの場は逃げた方が良さそうね。お前うぜえな。縮小感ない。行くわよ武蔵くん。ずっと拳をもうグリ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 やってるけど。うわ、姫、待ってくれよ。ちょっと姫なんなのこいつ。うわ、レイガンド戻ってきた。レイガンドが戻ってきた。レイガンド戻ってきた。どういうことだ。もうなんか目まぐるしくて何が何だかとりあえずどうすりゃいいんだ。ゼルダとは大違いだよな。ゼルダ姫は良かったのに。武蔵くん早くこっちよ。分かったから。なんでお前主導なんだよ。それは納得いかないわ。え、ああ、うわー、え、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。ちょ、だからこういうね、こういう強制スクロール大嫌いなんだよ。ちょっと逃げる系無理なんだよ俺。ちょっとマジ、
ちょっと待って待って待って、うぃー、やばい、ちょっと待って、やばい、ちょっと、よいしょ、やばい、焦る、よいしょ、ギリギリ、よいしょ、ちょっと待って、あ、小次郎、まさか、遅いぞ武蔵、いつまで待たせる気だ、戦ってくれんのか、武蔵くんごめん、このダンジョンで見事だ、小次郎助けてくれんのか、夢は関係ねえ、話せ、もう、いや、あげる、いらねえわ、あれ式のことでくたばるわけがなかろう、いらねえからあげるわ、武蔵、拙者と決闘するなら姫は話してやろう、いらないんで、あげます、ワンパターンのやつだぜあげます、おっと、グズグズしてられない、武蔵、覚悟、ちょっと待って、戦うの、え、後ろから来てる、姫、危ねえ、後ろから来てるけど、何、あ、え、あ、姫、飛んでったけど、飛んでっちゃったけど、小次郎は、じゃあ飛んでっちゃ、小次郎、なんで、わ、あ、小次郎はどこ行ったの、吸収された、あ、ピッコロ、うわ、まが、うわ、あ、どこ、顔、あ、出てきた、うわ、汚そう、うわ、合体しちゃった、うわ、合体しちゃったよ、いや、もう、厄介な、だ、なんてこった、小次郎が食われちまった、食われちゃった、それより姫は、姫飛んでったけど、え、え、ちょ、ま、またちょ、引っかかってる、待って、あ、え、まだまだいけるぜ、ちょ、どっから、ちょ、待って、どっから、ちょ、今引っかかってたんだけど引っかかっ、どっから、どっから、え、あー、親切、おい、そこら辺は親切だな、武蔵伝、どういうことだよ、もっと、だから無理なんだって、それさー、ちょっと、どういうこと、ちょっと待って、あそこ引っかかる、いけるぜ、あれ、これバグか、おい、ちょっと待って、引っかかるんだが、こういうアクションほんと嫌い、ちょ、なんで引っかかったの、ちょ、ギリギリまでか、はい、よし、え、あ、こっちか、はい、やめてください、ごめんなさい、やめて、許して、いや、無限ジャンプじゃねえか、そろそろバズボタンが効かなくなってくる、なんか見えてきた、はい、あ、え、嫌がった生きてやがった、姫、よかった、無事みてえだな、いや、無事なのか、目開いてる、あー、生きてやがった生きてやがったな、武蔵くん、畜生、どうやらあの化け物と小次郎の精神が融合しちまったみてえだ、そうなの、となると奴の狙いはオイラ一人この姫何もバウンドしたし飛ばされたのに生きてる、それまで無敵なんじゃねえか、姫はここで隠れてるんだ、もう誰にも捕まるんじゃねえよ一番化け物それだ、武蔵くんこそ一番の化け物だよ、
うわ、頑張るよ。融合って小次郎に乗っ取られた。小次郎の方が乗っ取ってる、レイガンド、むしろ。小次郎なんで戦ってくれないの？そういう二人で共闘する最後なんじゃないの？うわぁ。俺そっちの方が良かったんだけどな。うわぁ、戦うしかないよね。どうすりゃいいんだ。第二形態。漫画版決闘してたの？あ、そうなんだ。なんだよ、漫画版。普通そうだよな。なんでこのよ、ひでえ化け物だぜ。いや、化け物、よだれだ。こんなものを呼び覚ますために、オイラは。ほんとな。畜生、ぶった切ってやる。ぶった切ってやろうぜ。どうすればいいんだ。あの、額だな。額が弱点のような気がする。額が弱点だ。あ、ほら。あれ、なんか、色が、おお。ほら。ほら。ほら。ま、なに、衝撃波が来るんだろ、こういうのは決まって。ちょっと、レンちゃんはやめて。ほら。あ、オッケーオッケー。そういうことね、そういうことね。そういうことね。アニメ見てるとき、そう。グヘヘっつって。あ、ま、いって。これ、食らうな。特に、巨乳のキャラクターが出てきたら。そう、なるんだ。おら、なになに。いやー、ついに、いやー、待った、あ、ちょっと疲れた。あ、ま、あー、ちょ、そういうことか。あ、赤、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、はい、はい。あれ、ほら、よし、いい感じ、いい感じ。マリオ64見て、確かにクッパの、あ、やべ、捕まった。ちょ、待って、いやん。20しか食らわなかった。ほら、真正面から、あ、ちょ、ごめん、監視お願い。おいでー、ちょ、この野郎。ラスボスの割、これ尻尾攻撃63も食らうな。ちょ、みんな見る、ほらほら、いやー、いやー、待った、ほら、よし、いい感じ、ほら、あー、もう捕まるのはやめてくれ。ちょ、ごめん、はい、いて、焦った、やり直しかと思った。ちょ、回復しとくか。危ねえ。ほら、あ、もうなんだよ、ボスシュートされる最初から。ちょっとやめて、にゃーん、こんなもん。ほら、おい、あれ、ほら、ここで心が上がっていく。あとちょっとじゃないか。ほら、極端だな。うわー、ワンパターン。あれ、ほら、お、あ、倒した。単勝ねなかったら大変。そういうこっちゃな。やった。え、めっちゃ弱かったけど。カン。え？お、なんか、あ、え、小次郎どこに行ったの？いやー、なんか吸い込まれてる。やばい。ちょっと待って、逃げろ。コアみたいな。うわー、出てきた。なにこれ、最終形態。うわー、また戦うの。ちょっとマジかよ。まだ生きてやがんのか。ほんとだよ、なんかフリーザみたいだ。そうなりゃとことん付き合ってやるぜ。地獄の底までとはいかねえけどよ。何言ってたよ。どうすりゃいいんだ。やべ、ちょっと、なんかメテオみたいな。ちょ、てか、ダメージでいく。やべ、
やっぱ飛ぶ斬撃を見たことがあるか。あれ、え、どうすりゃいいんだ。ちょ待てはずだ。バカ野郎バカ野郎が、ちょっとやってる暇ねえわ。どうすりゃいいんだ。もう分身やべえ、ちょっと危ない危ない。え、どうすりゃいいんこれ。いやー、待ってこれ、いや、吹っ飛ばせる。いや、どうすりゃいいんだこれ。ちょっと待って、どうすちょっと待て。納豆ペースト、はい、あー、全然回復しない。水初見はそうなる。ちょっと待ってちょっと、どうすりゃいいの。わかんないんだけど、これなんか火に合わせて水とかみたいな、そういうこと。そういうことか。え、食らわないじゃん。え、ガードされてんの。え、なん飛ぶ斬撃。ちょっと待って着物かな。納豆ペースト、全然回復しない。納豆ペースト、ちょっと、あ、それはちょっと待って。ノーマルレイガンとかこれ。あ、ちょっと当たっちゃダメなの。どうすりゃいいんだこれ。アタックしてくんな。ノーマルレイガンとか回転切りか。ちょ、いや、待てちょっと待って。わかんねえ。くそ、吸い込む。あ、ゲットイン。あ、ゲットインかカービィか、そういうことだな。またこっから。ここは親切じゃないの。またこいつかよ。もうめんどくせえな、この連戦。きついな。まあでもここはパッパッパっていけるな。こんなものを呼び覚ますためにオイラは、なるべくノーダメージでいきたい。おい、あ、ノーダメージじゃねえぜどこがノーダメージやねん。痛い。20、あ、19、ちょっと強くなってる。ちょっとだけ防御力が増している。これこういくべき。ほら、そうか、ゲットインか。ゲットインするのか。最後はライコーマルの力を存分に使うってそういうことか。もしかして、そういうことなのか。あ、もうタイミング合わなかった。足がかゆい誰かやっぱ書いてくれる人。あ、もうゲットインで、あ、そういうこと。ちょ、なんか書いてくれる人、あぶね。あ、くそ。あ、もうなんだよ。おい、あ、ちくしょう。あ、地味にくら。あ、落ちた。くそ、やべえな。くそ、うわー、そういうこと。一回使ったらこれあれじゃん、納豆ペーストなくなってる。あ、マジか。これ引き継ぎできねえのか、死んだら。わあ、やべえな、これ体力温存ゲーじゃん。
ジか。いやもうなんだよ、いていて、そういうこと。最後になってシビアだな。よいしょよいしょ、納豆補給ができない。一回使ったらもう、いやーこれはきついな。第一戦目は回復使えねえな。これはいやもうなんだ、もうこの攻撃が来る前にあのコアをぶつけたいな。あーもう駆逐しよう。いやもうなんで当たんだ、畜生。いやこれはきつい。いや当たるな、うん、当たっちゃうな。どうしても当たっちゃう。いや当たるね、コアに当たんないな攻撃が。いやー難しい。まだまだいけるぜ、いけるぜ。なるべく右手のあの攻撃が来る前にコアを攻撃したい。それしかねえな。右手攻撃前に回復なしだね。回復なしで行くしかないね、もうね。ここはもったいない。だひでえ化け物だぜ。そんなものを呼び覚ますためにオイラは畜生ぶった切ってやる。滝攻撃はまあいいんだよ、別にそんな食らわねえから。だもなんで、滝攻撃は別にいいんだけど、そっから落ちてっていうと19だから、そんいやーもう落ちるな。あーだ、何か対策しないとダメだな。いやー落ちるしな。ちょっと待って、あそういうことか。あこっからだったら安全か。ちょいこっち寄りだったら安全かもしれない。いや全然ダメだったわ。全然安全じゃなかった。要は確実にあの額にヒットさせないとダメだな。あそういうことか。いやー食らっ、いやー単勝ね。単にそういうことはね、当てられてないってことだよね。いやいやーそう、よいしょ、真正面がいいかな。ほら真正面だったらいいな。いやー食らうな。デュエルショックは誰だろう。お、ナイス。いやー二段ジャンプか、やっぱり。いあぶね。いやー顎に当たってんだな、俺。顎に当ててんだよ。顎じゃないんだよ。初回のサクサク、本当だよね。あれ結構サクサクいってたってことね。やっぱ初回のこの何のこうなんて言うんだろう、怯えてないこのイケイケモードはやっぱり大事だった。いやどこかこうなんか
遠慮してる、遠慮っていうかなんかこう怯えてるな。それだ、この差は。俺は恐れない、恐れてはいけない。夏にビビってる。むしろ本番は第2形態なんだよ、最終形態。よいしょ、よいしょ、確実に当ててくる。よいしょ、よし、15か、できねえな何も。軽く、ああ、真正面からだな。姫、すまねえ、もうダメかも。もうダメかも。正面から行こう。真正面から当たってって、あの攻撃に当てないようにすればいいんだな、事前にも。それしかない。本当にいけるって思った時のみ回復を使ってる。それしかダメな気がする。いや、ひでえ化け物だぜ。こんなものを呼び覚ますためにオイラは、いや、ぶった切ってやる。恐れない。当たってんだ顎に。行き過ぎ行き過ぎ、奥に。距離感がつかめねえ。いや、あー、くっそ。いや、落ちになって。よいしょ、はまるかな。パターンにはまれば。ほら、いや、まだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいよいよい。真正面から叩く。よし、つらい、危ない。よいしょ、よいしょ、けい。丁寧に、そうやったね、丁寧にやってた。焦ることはない。よしよしよし、ほら、よいしょ、なんか、よいしょ、よいしょ、よいしょ、もう一丁。よしよしよし、ほいほい、オッケー、あと一発。正面からな。ほら、あ、それまずい、危ねえ。やったあったあった。あ、ちょっとダメだ、それ斜めからいっちゃった。それダメだわ、真正面からいかんけ。よしよし、壁が助かる。よいしょ、あれ当たったよ、当たったよ今。よいしょ、よいしょ、オッケーオッケー、ほいほい、オッケーオッケー、よし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 、半分ぐらい残ったな HP。 よし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 、さあ来い最終形態。ゲットインな、ゲットインすりゃいいんだろう。ゲットインした後どうするんだろう。出てきた。さあ最終形態、出来上がれ。まだ生きてやがんのか。こうなりゃとことん付き合ってやるぜ。技で攻撃とかかな。地獄の底までとはいかねえけどよ。
かね。あれ、この状態か。どの状態だ。この状態でゲットインする。攻撃中。あ、できたできた、これか。はい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 、この白状態か。え、これで。あ、なるほど、オッケーオッケー、わかったわかったわかった。そういうことね。オッケーオッケー。あばあかばかばか、あった。ここで吸ってって叩く。そういうことね。いけんじゃねえか。いや、吸い込まれた、吸い込まれた、絶対やばい。いや、二段ジャンプ。ちくしょう。なんだっけこれ。うわ、いや、マジか、この水。いや、まだまだまだ。ちょ、待て待て、これは使っとくべきだな。これ使っとくべきだよな。使っとこう、これ使っとこう。これチャンスと見た。あ、くそ、追いつかないな、数字。よし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 、全力でいく。よし、おら、半分いった、半分。ちょっと待って待って、逃げろ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 。なく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 な。くだくだくだな。くそ、間に合わなかった。あー、分身か。あぶね。いやー、くらく。あぶね。あ、くそ、間に合わね。やべ。よいしょ。よいしょ。いやー、なんで間に合わねえんだ。よし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 、オッケー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 。よし、ほら、あと一発か、あと一発か、あと一発か。ちょっと待って、よし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 、あと一発か、あと一発か、あと一発。いやー、焦るな焦るな。いい、ほら、死ねや、死ぬ。どうだ、どうだった。うわー、爆発した。あっ、戦いは終わった。おめで、おお、勇敢な剣士武蔵によって闇の魔人ダークレイガンドは再び光の剣レイガンドに封印された。二度と闇の魔人を解放せぬようレイガンドの真実を語り継がねばならない。新たなる武蔵伝説として。終わり？エンディング、エンディングってことだよね。
みんないる。パパとママのバカ。え、可愛い一人娘を放ってバカンスなんかに行くからこういうことになるのよ。そんな設定だったっけ。おお、フィーレよ、わしらが悪かったよ。しかしお前が城をこんなにめちゃくちゃにするほど大暴れする。ああ、それ全部僕です。今度からきちんとあなたに言ってから出かけるようにするわ。そうでしょうね。わかればいいのよ。なんだこいつ。そういう意味じゃないでしょ。俺もうダメだ、姫もう後ろからサクッつって。すまんすまん。そう怒るでない。バルとしてはノータブだから別に。ちゃんはどなたなのかしら。あ、私どうも、もちさろうと申します。彼ね、彼は私の命の恩人なの。汗かいた。命の恩人。どうぞ。どうも、もちさろうと申します。まさか、初めまして。留守中に何かあったの。あの、最近配信を頑張ってます。ううん、別にね、ユッケルジー。ほんとこの姫、俺ずっと好きになれなかったわ。いや、あの、そう、姫様が大暴れになった以外は何事もなく平穏無事な毎日でして。バウンドしたし飛ばされてもノーダメってすげえな。そういうこと。じゃあ姫、こいつ返しにちょっくら出かけてくれ。あ、レイガンと返すんだ。分かったわ、武蔵くん、気をつけてね。あ、まだやるのかな。じゃあ、あ、それは光の剣レイガンド。はい、そうです。すごい、すごすぎるわ。え、何が。それに武蔵って。あ、そうです。まさかあなた。はい。オイラは伝説の剣豪武蔵、よろしくな殿様。おお、こういう終わり方なの。最後に、あ、各名場面集みたいな。熱くなるね、ここで。この音楽とは終わりよければ全て。その後どうなるんだろう、武蔵くんは。元の世界に帰るのかな。この後になんかまだ何かあるのかな。かっけえな、やっぱあの武蔵伝っていうパッケージ。レイガンドを返して封印して終わりってことなのかな。いやー、なんとかだったなあ。俺もうちょっと苦戦するかなって思ってたボス戦は。いやー大変だった。なかなかこう難易度の高いアクションでしたね。イラストがそうだね、漫画みたいだね。各名場面集、あんだけ叩きつけられても怪我一つない、意識すらも失ってない姫、最強でしたね。漫画チックだね、キャラが立ってるな。もみあげがすげえもんな。ここは、あ、巌流島のね。結局小次郎どうなったんだろう。小次郎、そういえば、まあ、コミカルだったね。かなりコメディチックなあれだったね、ストーリーが。あー、フレストガーディアンだっけ。ここも大変だったな、氷の面。約どんぐらいで1週間ぐらいかかったね、クリアに。月曜日から始めて、それ日曜日、それ1週間で終わったな。こんなシーンあった。あ、あったな、尻尾。あ、あれか、スチームウッドのやつか。トポの方が良かったな。うわ、あれとかな、気持ち悪かったな。トポ可愛かったね。あっさりダンスであれでしたね。大変だったわ。この方が大変だった。この庭、ルコアール帝国庭が大変だったわ。ボス戦争数、いやー、ダークレイガンド、なかなか骨のあるラスボスでしたね。
いや、アクション久々にやったけど、やっぱりなかなか、お返しに来た。え、なんか、え、なんか崩れてる。ボス戦、そう、最終対策ノーヒット、うわね、えノーヒントゲーだったね。またここに封印すると、あんま触れちゃいけないやつだったんだね、この光の剣。武蔵によってまた、あ、武蔵消えた、武蔵消えちゃった。元の世界に帰ったってことでいいのかな。スクエアソフト、小次郎ね、どうなったんだろう。どうな、終わり、終わり終わりってこと終了終わりっぽいね。缶とかじゃなく、最後はやはり会社名をね、ドドンと終わり、あ、終わり。アカウント乗っ取られてそのままできなくなったな。アカウント乗っ取られた的なね。いやー、何やともあれ、いやー、全クリでしたね。よかったよかった。いやー、もっとかかるかと思ったけど、でもなんか最後はこういう形で終わるんだね。武蔵伝初めてクリアしましたね。ちょっとなんかボタン押してみようかな。スタートボタン押してて、スタートボタンじゃない、あ、丸ボタン。え、ここまでのデータをセーブしますか。はい。え、セーブできんの、まさか後日談的な。あ、クリアってなった。え、タイトル画面に戻りますがよろしいですか。え、あ、まだ2週分。ブレイブフェンサー武蔵伝、あれ、またなんかあんのかな。裏面とかあるっけ、武蔵伝。行くぜ。え、どうなるんだ、クリア後、クリア後の世界的なことかな。クリア、はい。なんだろう、裏ボスとかね、あんのかな。どっから始まるんだろう。あれ、え、小次郎の逆襲。あら、元に戻っちゃったね。空の巻物を手に入れてない状態に戻ったね。アイテムは使った状態だった。飛んでいく前ってことだね。そういうことだね。無限ループ、そういうことかな。もう裏面とかないのかな。なんかあったっけ、裏面的な。から裏面なんかあった。決闘、巌流島とか行けばいいのかな。なんかあるかな、裏ボスとかあんのかな。武蔵伝やり込み、何かしら。今の森からだったっけ。どっちからだったっけな、巌流島って。巌流島じゃないのかな、なんか巌流島かな、行くとしたら。小次郎の行く末が気になるけれども、こっちじゃなかったっけ。よっしゃ小屋か。なんかあんのかな。あれか、
何か事件あるために双子山行きたくないってダドコネさん覚えてる。そうだったな。トラウマ双子山。も武蔵伝のトラウマ、あの村がさ、あのバンビに乗っ取られてさ、音楽が鳴るのがなんかトラウマっていうらしいじゃん、武蔵伝。私は双子山ですね、完全に。双子山のあの橋あそこは完全に小次郎はダークレイガンと共に散った。それめっちゃ悲しくない？設定的に。そうだよね、飛び散ったもんね。しかもその後小次郎出てこないし、そういうことなのかな。何もないのかな。もうやることないのかな。とりあえず行ってみるか。完全にクリア前に戻されるってことでいいのかな。他にだって行ける場所なかったもんね。確か。確かとりあえず。いやー、めっちゃ今汗だく。めちゃめちゃ汗だくだったな。汗だくの中プレイしたね。思いのほか早く終わっちゃったな。1時間ちょっと。ここ巌流島だよね、確かね。巌流島。RPG である、戻ってこれない直前に戻される。そういうことかな。ラストダンジョンに行ったら、もう戻ってこれないよっつって直前に戻されるって。もう裏面はないってことなのかな。あれ、ここの紋章ってどうして？何もないな。何もないでいいのかな。終わりでいいのかな。終わっちゃったな。終わっ、民空集めるぐらい。あ、やっぱそうなんだ。じゃあもう終わりだ、武蔵伝。はあ。民空集めはいいや。民空集めは。え？そしたらマザーミンクーと戦える？何それ？それが裏面みたいなこと？裏ボス的なことなのかな？そういうこと？そういうことなのかな？ボスってほどでもないのかな？マザーミンクー？もうアイテムもねえしな。ボスなのかな、どうなの。でもめんどくせえな、ミンク集め。もうどこにいるかわかんないもん。しかもあと何匹だっけ、見てみるか。マザーミンク裏ボスなのか、それが果たして。やって初めてクリアって言えるの？どうなんだろう。だってミンクってどこにあるんだろう。ミンク結構集めたと思うんだけどな。白行ってみるか。あれから変わってないよな、確かな。残り3匹4匹ぐらいだったっけ。あ、おまけ要素みたいなのもやっぱそういうもんなんだ。じゃあもう完全にこれで一応終わりなんだ。小次郎ほんとどうなったんだろう。小次郎はもう散ってったのかな、ダークレイガンドと共に。そして武蔵はあのレイガンドを封印したら元の世界に帰ってったっていう解釈でいいのかな。いまいち補足がないですね。補足というか、なんか最後の終わり方が、説明不足というかね。よくあるRP、なんていうの、昔のゲームの
終わり方みたいな、そんな感じだったよね。面会に、そういうことなのかな。これはこれは武蔵殿、どういったご用件ですか。面会室、馬野蛮バッサシ結構いるね。保護してるな。9匹やっぱ変わりないね。13匹だけ、12匹だけ、あと3匹ぐらいか。いや、13匹、あと4匹どこにいんだよ、どこにいんだよ4匹。もう4匹わかんねえな。占ってくんねえかな。まあいいか、とりあえず終わりにしとくか。五輪の日もクリアしました。マザミクはいいかな、おまけ要素ぐらいなら。裏ボスならねクリアしてみたいけど、まあそれならいいかな。それでは気をつけていってらっしゃいですじゃ。なかなかしぶとい戦いでしたね。次は何をやる予定ねえ、どうしようか。時間もちょっと余っちゃったし、思いのか早く終わっちゃったね。今日は何もないからゲームたくさんできるけど、何やろうかね。武蔵でまさかこんな早くクリアできるとは思わなかったとりあえず一旦武蔵伝はじゃあまあこれで終わりにしましょうかね。いや武蔵伝ない、いいゲームでしたね。とても面白いゲームでした。小学生とか中学生にはとてもクリアできるクリアできんのかな、上手い人だったら。そう、名作だったね。まあとりあえずこの武蔵伝は以上ということでね、ようやく昔の自分にこうなんかクリアできたって感じがしますね。何年後しかに。いや名作でした。またやる日が来るのかいい名作でしたね PS1。 またやりたいねというわけで武蔵伝は以上になります。ありがとうございました。